どうも、シャーペンです。今回は、去年もあったんですけど、この時期はモンストニュースがなくて、重心化の発表が動画になってるんですよね。で、これ去年がベルダンディやったんですけど、今年もなんかありまして、このサムネの動画で。で、これがなんかヒントでしたね、今回のパターンは。動画の中でヒントが出されて、重心化を予測しろっていう、新しい重心化予測の形ですごい楽しいものですね。で、結構動画長いんでね、該当する部分わかんないですけども、一番やっぱ怪しいのは、カルタなんですよね。カルタ部分文字がいっぱい出てきてまとめたんですけど、これでこれ見ると、青ヒントシウユカワルテイヤっていうなんかぐしゃぐしゃに覚えるんですけど、やっぱヒントシウユっていうのが気になりますね。これ偶然かもしれないですけど、やっぱヒントシウユからヒントはシウユみたいな、シウユ中心化しか今んとこ出てないですね。ただこれもちょっとね、こじつけ感あるんで、シウユですからね。ちょっといろいろ考えたんですけどね、カルタなんでタを狩るみたいなやったんですけど、タないし、これ右から答えのキャラ書いてるんですけども、この中にはネフティスとウルズがいるんで、これと絡まるのかなっていう。あと結構周囲いたんですよね。オープニングの画面とか、中華チームのアイコンにもいたんで、結構周囲は濃厚になってますね。あとは、ウルズ、ネフティスかなと、この辺かなと思いますね。とりあえずちょっとこれは難しい。多分明日の動画、後編なんですけど、これで発表されると思うんで、一旦予想段階は僕周囲と言っておきます。というわけで、突発的な重心化予想のコーナーでした。よかったらコメント欄から、概要欄に動画貼っておくんで、分かったことありましたらどんどん書いていただけると嬉しいです。あと、ついでチャンネル登録していただけると、こんな感じで毎日放送動画投稿してるんで、よかったら登録していただけると、これから頑張っていくんで、どうかよろしくお願いします。では、ご視聴ありがとうございました。さよなら、重心化予想。